最近その婚活の場所でちょっと仕事をさせてもらっていて、はい、やっぱりその婚活のそういう場に来る女性、はい、男性、はい、やっぱりね、なんかね、女性の方が格上な感じがするんですよ、はい、これは何だろうと思いながら、まあ、選ぶ側と選ばれる側じゃないですか。あ、ジャニーズのコンサート行ったら逆になるわけじゃないですか。あ、なるほどね、はい、でもそれはそういう場だとそういう場なんですけど、はいはい、やっぱ平場に行くとやっぱり女性の方がやっぱ少ないから、はい、少ないからはあると思うんですよね。圧倒的に女性の方が有利なわけじゃないですか、立場的に。そうですね、はい、それは少ない、少ないからっていうか、アプローチされる側、はい、する側とされる側みたいな、はい、なので、はい、その婚活の仕事をしていて、はい、もうすごい出てくるんですよ僕は、はい、違うと、その格好じゃないとか、はいはい、っていうのでモテキプロデュースっていう、はい、YouTuber がいて、はい、それがすごいかっこいい人がやっててですね、はいはい、女性の人の声が多いんですけど、はい、そこに食い込もうかなっていう色気で、はいはい、そこじゃないかもしれないですけどね。イケメンがやってるんですよね。イケメンがやってます。イケメンがやってると打ち開いたら閉じられるかもしれない。でも私は、はい、どちらかというと、もうどちらかというと、はい、でもなくモテない、はい、そうするとモテない側の人 がモテない側だったので、男どもよと、はい、武器を持てと、はい、勝つ方法を教えてやるっていうのを考えたんですけど、はい、僕は、まあ、見ての通り、はい、ハゲてる、はい、これは今だけじゃなくて、はい、もう若くしてハゲてたので、はい、でも、はい、僕は結婚してるんですね、はい、ハゲてて、はい、今より20キロ体重が重い時に、はい、結婚してるんですよ、はい、っていうこの何て言うんだろう、技術、はい、技術を、はい、教えたい、はい、上からでごめんなさい、はい、でただ、まあ、私の意見だけだと、はい、どうしてもやっぱり偏るので、はい、ちょっとそこは体調に採点していただければなと思ってます、はいはい、婚活の場で仕事をしていて、はい、まず気になったのが、はい、プロフィールシートっていうのがあるんですね、はいはい、私が感じたダメな例のプロフィールシート、よろしいでしょうか。出ました、はいはい、まあ、服装編とかはおいおいやるとして、はい、今日もどこかで土曜日ですよね、3連休、はい、各都市で婚活パーティーやってるんですよ、はい、夕方ぐらいから、はい、その婚活パーティーとかってね、はい、こういうプロフィールシート、はい、みたいなものを初めに渡されて、はい、その場で書くんですね、はい、で話すときは大体このプロフィールシート見ながら、はい、あ、こんなことやってるんだとか、はい、こんなことやってるんですね、はい、っていう話の、はい、何て言うんだろう、取っかかりになるんですよ、はい、もう愕然とするんですね、はい、あの売る気あんのかと、自分を、自分を、はい、っていうのがまず今日は男性編、はい、で気になったような典型として今こちらを挙げました、はい、あ、でちなみにこの職業製造業と書いたのは、うん、ソロコン研究の方がですね、はい、X で挙げてたんですけど、はい、男性の製造業、はい、女子の事務、はい、っていうのが、はい、どうもなんかその一番ボリュームゾーンで、はい、多い、はい、としていたので、ただ書いただけです、はいはい、で私がこういうので見てね、はい、まず気になるのが、好きなことで睡眠とか、はい、まあ、特になしとかね、はいはい、っていうのを見たときに、はい、え、君喋る気あるって思うんですよ、はい、婚活のパーティーで、はい、いや商品棚ですよね、そこって、はいはい、自分を何て言うんでしょう、いかに売るかじゃないですか、はい、睡眠って書くとか、はい、寝るとかね、はい、昼寝とかね、本当多いんですよ、はい、あとまあなしも多いです、特になしとか、はい、それで女子にどうアプローチするんだと、はい、で休日の過ごし方も家で過ごすとか、はい、ただパソコンって書いてあったり、はい、女子は、はい、そこを求めていると思うって、はい、っていうのが気になって、はい、もしか僕がこの山田太郎くんだったら、はい、こうやって書くよっていうのが、はい、次の例です、はい、出ました、
こちらですと、はい、まず気になったのがその好きなタイプのところで、はい、芸能人書いたり、はい、容姿、はい、あの背が高い人とか、はいはい、そういうのは書くなと、はい、その人が話す人が対象じゃなかったら、はい、そうじゃなくなる、はい、からもう漠然としたこと、はい、優しいとかね、はい、価値観が合うとか、はい、誰でも当てはまることを書いとけと、はい、であと身長を、はい、僕3センチぐらいはごまかしていいと思ってるんですね。分かんないですよね。対象だったらごまかさない？いや、なんか5ミリとかならいいかもしれないですよ。169.5 を170、3センチって結構分からないですか？ねえだろうって僕はあの、はい、正式に測ると、はい、172.8 なんですね、はいはい、なので多分ここだったら、はい、どうだろう、5って書くかな、はい、まあ、ちょっと高い靴履けばいいかもしれないです。そうですね、あの、はい、だいたい靴履くと2センチぐらい高くなるじゃないですか、はい、多分175って書くんです、はいはい、だったらもうこれだって170って書いて OK です。はい、であと気になったのがその製造業とか、はい、って書いてあると、はい、もしか僕だったらね、はい、僕がもしかそういう、まあ、下にカッコって書いたんですけど、はい、上場企業などプラスの場合は書くとしたんですが、はい、例えば電装に勤めてますとか、はい、愛信に勤めてますとか、はい、どうしてもここあの東海地方なので、はい、トヨタ系が多いんですけど、はい、上場企業だったら多分僕こうやって書くんですね、はい、電装とか、はい、製造業じゃなくて電装、製造業じゃなくて電装って書きます。はいはいはい、だって伝送だもん、はいはい、もうトヨタの機関工だとしても、はい、トヨタって書くんですね。はいはいはい、でしょうね、書くでしょうね、はい、だって高く売りたいんです、はい、あともしかしたらそうじゃなかったとしたら、はい、僕だったら多分カッコ副業って書きます、はい、やってなかったとしても、はい、やってるぜってやったらいいんじゃないですか、あと思うんですよ、はい、でこれはあのアファメーションでもあります。嘘は良くないと思うんですよね。でもなるほどね、はい、嘘はつけないっていう人はいるかもしれない、はい、だとしたらそれに向けて何か行動、はい、僕今してるんですけど、はい、だったら書いていいですよね。行動してれば書いていても嘘じゃないんで、儲けがなかったとしても、はい、だったら括弧僕だったら副業って書きます、はいはい、あ実際今バイトしてるしね、はいはい、でもバイトって書いちゃダメですよ、はいはい、あくまで生殺与奪の件は人に与えるなです、はい、それは責任の話ですよね。なので、はい、自分の家事は自分で取ってることをちゃんとやってますよっていう女子に対するアピールです、はいはいはい、俺は主だぜっていうのを見せなきゃっていうのが僕の教え、はい、であとあのね、もうタバコはやめましょうと、はい、キスが苦いです、はい、っていう話なので、タバコはやめました。タバコを嫌いな人が多い、はい、あ女子は絶対そうですよ、はいはい、女子でタバコがいいよっていうのは多分ご自身でする人ですよ、はいはい、まあとイケメンか、はい、イケメンかそれではあの、はい、自分でもう吸ってくださいよ、はい、イケメンなら、まあ、絶対やめたくない人はいいかもしれないですけどね。あやめたくないんだったら、はい、まあそうね、フィルタリングじゃないですか。はい、その代わり、はい、タバコが嫌だっていう女性はいますからね、はい、付き合う人でタバコ嫌だ、はい、なんでその時点で切られる可能性はあります、はいはい、だからまあフィルタリングとしてやめたくない人はありだと思うんですよ。ああ、はい、なるほど、そこまで吸いたいならね、はい、はい、そこまで吸いたいなら。で僕は選ばれるために思ってるので、はい、タバコはやめませんと思ってます、はいはい、好きなことで僕が書いてほしいのは、僕だったらカフェ巡り、はい、読書、キャンプって書くんですけど、はい、ここだと多分どこかには当てはまるんですね。女性のこれを書いておけば、これを書いておけば、はい、で男性諸君におすすめなのがカフェ巡りです。はい、趣味として、まあ、趣味を持てって話ですよね。いやじゃないです、カフェ巡りって書けです。カフェ巡りの話なんかされたら困りますよ。コメダでいいんですよコメダを巡ってる、あコメダがでコメダなんだけどねって言うと、はい、多分受けますよ。はい、クスってなって、はい、覚えてもらえるじゃん。実証かもしれないなるほど、はい、でカフェで読書って、はい、ごめんごめん、コメダでプレイボーイを読むことなんだけどねって言うと、はい、
引くかもしれないですよ。引きますかね。まあ人にはよるんじゃないですか。僕絶対受けるだろうと思って。引く人はいると思いますよ。え、コメダでプレイボーイ。はい。なるほど、はい、僕絶対受ける自信があったんですけどね。でカフェ巡りって書け、まあ、笑いは取れるかもしれないけど、はい、引く可能性はある。あ、でもこれね、はい、婚活パーティーって、はい、少なくても男は10人以上いるんですよ、はい、で女子もまあ10とか20、はい、20とかなんですけど、はい、覚えてもらわないとダメなんですよ、はい、20人男がいる中で、はい、まあ、LINE 交換とかしてね、はい、LINE 送った時に多分こいつ誰なんですよ、はい、その時に、はい、プレイボーイですって、はい、読む方だけどねって LINE で言ったらもう、ああ、あの人ねになるじゃないですか、はい、あの人ねが大事なんですよ、はい、そうするとまあ何でもいいって話ですよ。睡眠でもいいわけじゃないですか。あ、だとすると睡眠について、はい、面白い話ができるかどうかって話ですね。あ、そうです。そうするとここは面白い話ができること。あ、自分の中でね。はい、自分のネタとして。あ、そうやって書けばよかった要は、はい、2、3分で、はい、R1 が2分ですからね、はい、2分ぐらいでちょっとおしゃべりが披露できて、はい、くすぐれるようなネタ、はい、でもね、このカフェ巡りだとなんか女性で多いなと思ったのが、はい、ショッピングだったんですよ、はい、街ブラ的な、はいはい、だとカフェ巡り僕も好きなんだよねって言えれば、はい、多分女子は好きなカフェとか行きたいカフェを絶対持ってるので、はい、そこ教えてって言えるんですよ、はい、どこおすすめって言われたらコメダで僕はコメダのだったら、はい、あ、まあ、ここ名古屋なんですけど、はい、1号店があるんですね、はいはい、コメダの1号店行かないって言えるんですよ、はい、で1号店巡りっていう、要はだからそういう話のネタを持っとけって話ですよね。なるほどね、はい、そうやってそういう説明の方が良かったなそこが多分ないから睡眠とか書くんですよ、本当にしてること。だとすると今日もしこれを見て、はい、今から婚活に行く人は、はい、ぜひカフェ巡りと書いてください。ネタにできる、まあ、コメダを使うかコメダ使っていいですよ、どうぞ。みんなコメダっていうかもしれないですよあ、そういう時代になればいいですね、はいはい、カフェがおすすめ、はい、で休日の過ごし方は、あの、僕だったら多分アマプラや映画を見ながらアニメを見てブツブツ言うみたいなの、はい、なんて言うんでしょう、まあ、ツッコミどころ、はい、何見てるんですかとか、はい、触れるじゃないですか、何見てます、はい、って、はい、まあ、こっちの女子もアマプラじゃなかったとしても、はい、何かを見てるんですよ、 YouTube なり、はい、アマプラなり、はい、僕そこで韓流って言われたら僕何も言うことないんですけど、はい、あの恋愛リアリティショーが好きですって言われると、はい、あ、もうけなすしかない出てくるんですけど、はい、でもそういう何かつながることを書かないと選ばれませんよと思ってます、はいはい、隊長これ見てどう思いました？僕のこの採点見て、まあ、だからネタじゃないですか、ネタを考えときですよねと思うんですよね。なんかね、はい、本当に見てて面白いのは、はい、このプロフィールシートを見せ合って、はい、ここがとかってなんか喋ってるんですよ、はいはい、これ何をやってるんですか、はい、とか、はい、なので本当これ大事ですよと思って、はい、ツッコミどころ、はい、っていうのをこの男子に伝えたいなと思って、はいはい、いかに次に進むかなので、はい、次というのは、1対1のデートです、はいはい、だから、うん、カフェ巡りが一番いいんですよ。カフェ行こうって、カフェ行こうって言えるのでおすすめのとこ教えてって、はい、はい、まあ人を見なきゃいけないですけどね。人を見なきゃいけない。ネタはいくつか持っといた方がいいって話じゃないですか。あ、確かに、あの、はい、まあ、あの薩摩藩じゃないのでねチェストの一本だけだと多分厳しいので、はい、カフェかーってっていう人もいるわけじゃないですか。なるほど、はい、あ、僕その女子だと多分もうないかもしれない。おしゃれなカフェコメダってコメダなんて嘘嘘ってはいはいはい。でも今大体どこの都市にもカフェはありますよ。まあカフェはあると思います、はい、でそうするとカフェを事前に調べとく必要はあるんじゃないですか。まあそうですね、確かに、はい、だからなんか趣味を作っとけじゃないですかちょっと何で書きます、趣味。
好きなこと、まあ、特にないですからね今。特になしって書きます？今ないですからね。あ、特にかなし、特になしとは書かないかもしれないですけど、はい、だからここ大事なんですよ。読書とかじゃないですか、映画とか音楽とか。でもそれってありきたりですよね。あ、だと僕はそうだったら、まあ、幅表ですかね。はい、はい、でそうすると、まあ、話せるものを作れだと思う、はい、そういう場に行くのであれば。今急に書けって言われたら何も書くことないんで、はいはい、でも相手のプロフィールシートを見て、はい、膨らませる方法が重要な気もするんですよね、はい、ということで、はい、来週は、はい、女子のプロフィールシートを見て、はい、どう話を膨らますか編です、はいはい、それを、はい、婚活ゲリラ、はい、だからこう睡眠って書いてこられることもあるわけですよね女子の睡眠ですかなるほど、はい、そこから話を崩すにはどうでしょうね、はい、ネグリジェパジャマですかねそれ引くかもしれないですよね。人を選びそうですよね。違うと、キムタクが何と言ったか知ってるかみたいなことが語れるといいですよね、はいはい、ネグリジェの素晴らしさを語れると、はい、まあはいまあそれも全部フィルタリングですよね。こう自分の趣味が合うかどうか。あ、なの、はい、なんて言うんでしょう、僕は、はい、どう、はい、話を盛り上げるか、はい、でその話を盛り上げるって多分いろんな人は、いろんな人がいるわけじゃないですか、うん、僕のこと大嫌いな人もいます、ね、はいはい、そうするとその話がハマる人とハマらない人は当然出てくるので、はい、フィルタリングじゃないですか。あると、自分の話がハマる人を探すみたいな。なるほど、ネグリジェって聞いた瞬間にこいつダメってなるわけですね、はい、なる人もいるわけじゃないですか。違うんだとか言ってももうダメみたいな、はい、なるほどね。で、まあ、そういう人は諦めて次へみたいな感じじゃないですか。